こんな感じでアメリカの映画に出てきそうな場所にいます。こういうのがいっぱい。何でしょうそれは。しましまの魚がいます。もうちょっと近づきたいけど落ちるかもしれない。え、何これ、何これ、何これ。栗尾根、なんか連なってます。栗尾根の大家族みたいな。ちょっと、あ、またいます。何これ、何これ、面白い。なんだこれ。あ、どん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 来る。右から左に。あ、え、なんだこれ、面白い。赤い点に透明なカーテンみたいなのがついてます。透明度がすごいからそこの方にいる魚が見えます。今日も奥尻島の原住民さんと一緒にやってます。あの魚は一体何でしょう。ブリかな、カンパチかな。多分美味しそうな魚だと思います。あとやっぱりウニがたくさんいます。あとさっき原住民さんに聞いたらこのクリオネみたいなやつはクラゲって言ってました。すごい、あの魚全部取りたいな。原住民さん釣ってくんないかな。ウニです。クラゲです。すごい、奥尻の海。いっぱいいるな。いっぱいいますね。1、2、6、7匹。すげえ。まさかのだけど、はい、メジナ、メジナ、うん、黒いよね。いるね、なんかいいやつがいるね。ここすごいっすね。巻き絵すごいわ。一網打尽にしましょうか。うん、多分あのサビキでいけると思う。よっしゃ。あとこれっすよ、クリオネみたいな。あ、これね、このこのこれね、これクリオネですよね。クリオネじゃない。多分これクリオネですよ。クラゲです。クラ、え、でも面白い、これクリオネみたいなクラゲだね。クリオネの家族みたいな。でもこんな、ここね、ロックフィッシュもすごいいるのよ。こんな、こんだけゴツゴツしてるから。へえ、絶対あれメジナだと思う。メジナ、こんなのなかなか。でもこれすごい、本当にすごい。すごいね、本当に綺麗。綺麗なところにこういう綺麗な魚がいたらテンション上がるよね。いや嬉しいですね。あと水が今日あったかくて泳ぎたいな。どうぞ。どうぞ。これはいいんですか。乙女はしないです。何今日は謎の洞窟。あ、かわいい。これ怒ってますか。怒ってます。怒ってるって。お、寄ってきてるよ。え、マジ来た来た、ドラ重い。おうわぁ、これは卵、卵、卵。いやでももう一匹さ、めっちゃでかい。違うやついる。超でかい、超でかい。超でかい。卵地味刺身はうまいからね。あ、刺身これいける。刺身うまい。実はいや、こんな大きい卵でこの綺麗な海域の卵だったら普通にうまいよ。めちゃでかい。い
げえ。やったぜ。いいね。あ、黒ってある？あるよ。あるって。あるある。さすがさすらいし。さすが。車にもいっぱい繋がってる。おお。今ももつけるあるよ。来てます来てます来てます。グンって合わせてみて。グンって。よし。どう？でかい。でかいでかいでかい。おお。ああ昨日のよりはまだ。八柄です。でかいです。やった。はい。すごいすごいすごい。あーやばいやばい。これはでかい。あーやばい。これはやばい。でけえ。やばい、ちょっと台車戻ったけどきつい。わあすごい。え、わあ。よっしゃ。結構でかいんじゃない？めちゃくちゃでかい。ほら。どう？38。まあまあでしょう。すごい。40弱。やりましたね。やりましたね。すげえわ。最初の。あのスクラギ？うん。いや多分ね群れにドンピシャで当たったんだと思う。すごかったもん。おって7時昔入ってたじゃん。うん。そうなん、日曜7時のワンピース、こち亀ワンピースの。ああ。こち亀ワンピース笑う犬。はい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 。ノスタルジックな気分になっちまう、西側にいると。ああ、わかる。俺ら慣れてるからわかんないんだよ。感覚がね、慣れすぎて。うん。でも、日曜日のこの時間帯、すげえ切なくなるな。あのちびまる子ちゃん入った瞬間さ、うん、あの子供の頃めっちゃなんか落ち込まなかった？うん、いや、休み終わるみたいな。